みたいな感じ。ラフな感じ。ラフな感じ。そこめっちゃ適当みたいな。そう。そうね。ママは普通やけど。ママすごい。私の、あの、家族も、なんか、ちょっと変、変っていうか、漢字が、結構、あ、字？漢字。が結構苦手なんかなって思うことがあって、なんかこの前、私、東京にいた時に、お母さんがこう、来ててんな。で、それで、お風呂行きたいなってなってお風呂探そうってなってんけど、あのこうバーってスマホでこう調べるときに、まあ言ったら、まあ、温泉とかないかなみたいな調べとって、でパッてママが「あゼニューっていうとこあるやんゼニュー」みたいな「うん、あゼニューかえあ行こうか」って言ってなってんけど、マップが出てこおへんから、あこれどこなんやろうと思ってパッて見たら銭湯って書いてある。いやこれ銭湯やん。銭湯やん。あ銭湯やんみたいな。なって。お母さんや。バカやなって思ってんけど、うん、まあそれだけじゃなくて、なんかママじゃなくておばあちゃんやけど、うん、お父さんの友達に子供ができたってなって、うん、その家にファックスみたいななんかハガキみたいなの届いたんやんか。で、いやー赤ちゃん生まれてんなよかったなみたいな話になっとって、あゆむっていう名前やってん。うんその子女の子やねんけど、歩っていう名前やって、歩くに夢って書いて歩むって読むねんけど、うんうん、この子かわいいな、なんかなんて読むんや、ボブって言ったなんてボブボブって言った、外国の人みたいな、そうやねん、日本人と日本人の子供やってわかるやんボブボブはないやろと、しかも女やし、難しい読み方するよ、そうやね、逆にすごいなだから天才ちゃん、ボブやばい、ボブはやばい、ボブはないやろと思ったなっていう、ボブあのボムやったらわかんないけど、ボブ夢をブって呼んだことないもん、そうやそう、私のパパは不思議な感じで、うん、なんかほんまにほんわかしててめっちゃ優しくて、うんうんうん、ママに怒られてもごめんねって言って、そう、かわいい、でママもだからそれであしゃあないなって許してて、かめっちゃ家族の仲いいって、いいやん、いい感じ、でそれである日お父さんがレイナがちっちゃい頃、小学校の頃なんですけど海に行って、うん、で妹と浮き輪であの向こうの岸の方になんか飛び込みたいみたいなのがあって、うんうんうん、そこまでじゃあ行こうかみたいな、でママがその浜辺で待っててで私とそのパパと妹と3人で行こうってなって、うん、でそこが深くて、うんうんうん、岸辺のところがで、パパが足つかないことに自分が気づいて、うん、で、パパ普通に泳げるんですけど、なんでか焦ったんかわからんけど私たちを掘って岸辺の方に行ったんですよで、私たちは浮き輪で子供2人浮いてる状態で目の前でいろんな人が飛び込んでいるってなったんですよ、で、あれパパはみたいな、ってで、ママがでもめっちゃ怒ってもう一回クロールしてきたって、お母さんがママすげえ、ママがお父さん、お父さんが、お父さんが、お父さんが迎えに来て無事帰れたんですけど、なんで帰ったの、怖くなったんだ、ていうか戻る時にあ俺泳げたって分かったのかな、そうあれ俺泳げたわと思って帰らへんかったんかな、ミュージックビデオの撮影に、うん、グアム行った時の話、いやグアムいいな、そう、その現地で運転してくれる方が車を、うん、のりくんって言うねんけど、のりくん、そう、のりくんはなんかサイパン出身の方で、サイパン出身ののりくん、そう、20代後半かなってぐらいの人やねんけど、めっちゃなんかいい人で陽気な感じで、うん、なんか撮影とか朝から夜までめっちゃしんどくなってきて、みんなはぁみたいになってくるから、のりくんはずっとあげっぽよみたいな感じでめっちゃ上手で、あげっぽよみたいな感じで盛り上げてくれるから、で、のりくんに上げぽよの反対は下げぽよやでみたいなこととか教えてあげたりしてて楽しくしててんけど、その撮影が終わってホテル帰るときに車が故障して止まっちゃってんか、そしたらのりくんすぐに替えの車を手配してくれてんけど、なんか下げぽよになってごめんなさいみたいな感じで、あれ、もう申し訳なさそうに謝ってくれてんけど、今下げぽよ使ったらあかんねんこんな状況の時結構深刻やぞ、そんな下げぽよの意味までちゃんと教えてなかったから日本悪いんかなとか思ってで、車が来た時ももうなんか本当にすいませんみたいな感じで、なん
かもうもごもごしだしたから泳いでるやん。のりちゃんがもごもご泣いちゃったんかなと思って、うん、パッてのりくんの顔見たらめっちゃ口の中いっぱいにパン食べてて、のりくん全然謝る気ないやんと思ってびっくりした。のりくんめっちゃ面白いのりくん。のりくんさ陽気やけどさ、うん、ちょっと怖い一面もあってさ、うん、なんか電話かかってきてさ、うん、I got it! I got it! みたいな怒ってて、のりくんめっちゃ怒ってると思ったらハンドルに向かってツパペッて入ってた。だからちょっとのりくん怖く感じた。のりくん怖い怖い。感情的なんかな。そうなんやろ。外国の方はやっぱり日本確かになんかあんまりなんか怒るのも怖いやんかやっぱり、うん、やっぱりそう周りの目とか気にしないのかな。自分の気持ちのままに生きてる感じが、うん、ここにこうかけたんですか。ハンドルこうや絶対ハンドルいっぱいついてるよ。自分のだから故障したんかもしれない。ほんまや水没ハンドル水没したかも。でも良かった、楽しかった。のりくんのおかげでみんな撮影頑張れてた、うん、楽しかった。かなことかは何かありますか。なんか失敗談やねんけど、うん、まあ、あの組閣する前にチームエンドで初日オリジナル公演の初日の時の話やねんけど、うん、まあ、その前にあのゆっぴが、まあ、電車で通ってんねんけど、うんうんうん、まあ電車って階段あるやん、うん、で、あと3段っていう時に足崩して正座のままドドドドドドってこけてんやんか。ほんで血だらけになったらしくて、で、そのレッスン場で泣いててんやんか、うん、あ痛かったやなって赤いちゃんとかが痛そう痛くて、で結構ゆっぴってさお母さん的な存在で優しくて気も利くしみたいのに、そのゆっぴが泣いてるってよっぽどやんか、うん、だからみんな心配しとってんけど、うん、したした。でもレッスンの時も膝つく振りも、まあ、真面目やから頑張ってたし、なんかこのまま両足ガーゼでやってたよね。そう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 、でまあ初日もなんとか終えてゆっぴも、うん、でみんなもスケジュールぎゅうぎゅうやったから、うん、ちょっとあ、もう終わったっていう感じでちょっとどんよりしててんやんか空気が、うん、公演終わりな、うん、で、まあ、これから取材っていう時やってんけどこのままじゃ嫌やってんかの子、うん、こんなどんよりした空気じゃ、うん、でもなんとかしようと思ってんけど周りに何もなかってパッて見たらゆっぴがおってん、うん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 、でゆっぴも疲れてるからもうこんなんやんか、うん、足も痛かったし、うん、でもかの子はどうにかしようと思って、うん、ゆっぴの膝の絆創膏で覆われてるところをピンポーンって押してんやん。そう、ほんならかなこも楽しもうと思ってピンポーンってやってんけど、ゆっぴがうわーって泣き出して、号泣ゆっぴが号泣しだして、わーってもう走り回って叫んで痛いって言ってやんで、ゆっぴに泣きながらほんま芝くれって言って、うん、バーンって芝かれた。せっかく芝かれた。いいよ、戻そうとしたの。めっちゃもっと悪くなっちゃった。赤いやった。多分治りかけやったんでしょう。そう治りかけやってんけど、だからその後に絆創膏がかさぶた代わりになるさ、ちょっと高めの絆創膏あるやんか、うん、あれ買った。優しい。ちょっと悪いことしたなって後々思ってきて。どう、春菜は何かある？なんか失敗談なんですけど、小学校2年生の時にこう、うんうんうん、めっちゃ友達多くてもうクラスみんなと仲良しみたいなタイプやって、うん、こう男の子とよくノリでうい、みたいなことをやってたんですよ。ちょっかいの掛け合いみたいな、ね、そうそうそう、ちょっかいの掛け合いみたいな。じゃあなんかそれがちょっとヒートアップして向こうがなんか本気でやってきて、それにめっちゃムカついて、ムカついたけどここではちょっとやり返そうとこうと思ってちょっと我慢してたんですよ。じゃあ休み時間の時に男の子が廊下の向こうの方にこうやって歩いて行ってて、うわあいつやと思ってめっちゃムカついとったからそのままガーッて走って後ろからバーンって飛び蹴りしたんですよ。カルナが、強いな。あのもうめっちゃムカついたから、うん、もうずっと授業中もあいつほんまムカつくわと思ってて、うん、ふんなら向こうにおったから、うん、今やと思ってもう全力で走って思いっきりもう飛び蹴りバーンってしたら、うん、ガーって吹っ飛んでいって向こうまで。でも全然そんなだってそれ構えてないからな。そう構えてないで、そんな大怪我にはならんかってんけど、もうその子も小学校2年生でちっちゃいやんか、うん、泣いてて、でそれを一部始終見てた子がいてて、うん、それをなんかクラスに走って
木下が今あいつのこと飛び蹴りしてあいつ吹っ飛んで泣いてるみたいなことを言われて、そっからあだ名がなんか番長になって番長将棋番長そうやば番長になって、なんか男の子からもうなんかあ木下みたいな感じになって、かっこいい、すげえ、よくないね、よくないね、よくない雰囲気やね、女の子もなんか あの子飛び蹴りしたみたいな感じになって、距離を置かれるようになって、それが失敗。将棋の飛び蹴り1個で、そう、将棋の飛び蹴りをもうその人生変わっちゃう、そう、4年ぐらい引きずって。室カナは何かありますか？私はショックやった話なんですけど、うん、なんかね、NMB 入ってなんかこうすぐの時って、うん、こうみんなに会うじゃないですか、先輩に、うんうんうん、初対面みたいな、あでなんかカンプチはもう超緊張ですよ。で一期生さん二期生さんの先輩がいてもうガチガチになってて、でなんか喋っていいよみたいになって、うんうん、カンプチはもう硬直やったんですよ、うん、ほんなら金吉さんがいっちゃん初めに、うん、もう NMB の先輩といっちゃん初めに喋ったの金吉さんって、すごい喋りかけてくれたんですよ、で、かなこ一緒やなみたいな、言った気がする、そういてで言ってくれて、で、あ、はいみたいな、緊張してるから私も全然返せなかったんですけど、お、年も一緒やみたいな、仲良くしようなみたいな、優しいよ、そう、かなこ同士でちょっと嬉しいわみたいな感じだったんですよ、うん、ほんだら、なんかちょっと経ってからもう3期生もなんかこう一緒に混じってお仕事とかさせてもらうようになってから、なんか、春菜さんに聞いたんかな、なんかあん時やなと話してたら、なんかかなこちょっと敵視しとったでみたいなしてたあのさ、かなこどうしてかなこはいっちゃん初めに話しかけてくれて、かなこも同じかなこやからちょっと共通点で喋れるわと思ったら、めっちゃ敵視しとったでみたいな、ちょっとあのさ、もうな、もうちょっとな、これな、ちょっと苦情になっちゃうねんけどな、握手会とかで言われるやんか、なんかもっとセクシーなポーズしてよみたいなとか、もっと色気出さないのとか言われるやんか、でもかなこはそういうタイプじゃないからな、ちょっとちゃうなと思って、いや私そういうのできないんですっていう流れを一回やってんけど、そっからめっちゃ何人も言ってくんねやんか、だからちょっと困ってる、ちょっと迷惑、ちょっと迷惑同じかなことしてちょっと迷惑もう初め仲良くやるなって言ってたのに迷惑やっちゃうよねちょっとセクシーポーズやっといたら、一回、私はこんなもんですよと、かなこが思うやつでいいねんな、いいよ、じゃあかなこのセクシーポーズまで3、2、1、かわいい、かわいい、なんで3回ぐらい出したの、マスターにも見せて歯になんかついてますよのポーズになってるからそれ埋め待ってる、かわいい、しかも新聞に新聞に埋め待ってる、なんかにやけてる、でもこんなもんですよ、私もどうせどうせなんでそんな2曲になったん一気にでなもな、うん、あの同じ名前でちょっと嬉しかったことがあって、めっちゃジェシーや、そう、川上千春ちゃん4期生の、うん、今 B2 の B2 や、同じチームので川上千春ちゃんっていうメンバーがいんねんけど、レナも川上レナぴょんやんか、川上レナやろ怖いねんけどで、なんか公演とかのさ、資料、番組とかのなんか資料にさ、川上が2人いたらどっちか分からへんからさ、うんうんうん、春菜とかもさ、桃がいるやん、うん、やからさ、木下春とかさ、木下桃とか100とか書かれるやん、うん、レナやったらさ、普通は川上、あのレイ、うんうんうん、で、千尋ちゃんって1000って書くやん、うん、やのに、レナのとこは川上うって書いてあるの、うん、そう、めっちゃ嬉しくない？そう、やっとレナピョンが今までやったらさ、みんなとかにもさ、うん、なんか、あ、もう行ってみたいな、うん、うるさいってみたいな感じやってんけど、うん、最近はスタッフさんまでのレナピョンの魔法にかかってそう、魔法にかかってないか、認めてはくれてるけど、いやいやいや、魔法にかかってんの、うっとしいの、うっとしいの、うっとしいの、うざいの、うるさいの、違います、うるさいの、あ、確かに、が川上うどんのうなんやけど、それやったら、うどんでよくない、うん、あだ名、そう、川上うどんっておかしいやん、うん、いやいやいや、改名しようかなと思ってて最近、え、川上うどんちゃんに、え、じゃあレナピョンじゃなくなんの、あ、レナピョン、レナピョンっていうニックネームやけど、名前はうどん、いや、ファンの方にもそれでいいですか、いいよ、全然いい、めんどくさいって
ってある今だ。みんなは多分レナの魔法にまだかかってないね。魔法じゃあレナがかけとくわ魔法。うん、じゃあみんながレナミオンのことを好きになるように魔法をかけます。せーの、うどんつるつるピカーン。みなさんがレナミオンのことを好きになっちゃった。1名いるで。じゃあそろそろ帰りますか。喋ってたね、みんなね、本当に。そう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 、お会計ね。あのレイナはトマトジュース嫌いなの。めっちゃ嫌いでしょ。まずかった、うちの。あのなんかガムシロ入れるか入れないか迷ってた。迷ってるうちにもう終わっちゃったってこと。あ、緊張してて。楽しくてな、楽しくて。そう、楽しかった。そう、楽しかった。楽しかったよ、本当に。本当ですか。誰が一番面白かったですか。あ、そうやね、みんな面白かったよ、本当に。うん。そうやね、まああの、とりあえずレナピョンは、うどんキャラの設定が雑すぎるから、それはちょっとはっきりさせていった方がいいと思うわ。馬車がありみたいな感じで喋ってるけど、うどんと馬車がようわからんから。なんでうどんやったら馬車になるのかが俺はわからんし。あ、お椀です。お椀の馬車。うどん。お椀の馬車ってわかりにくいわ、それ。お椀の馬車っていうの。女王様と魔王の娘っていうのもようわからんし。まあでもやっぱりリポポのノリ君の話面白かった。あれよかった。ありがとうございます。面白かった面白かった。なるほど、嬉しい。また来てね。はいはい。じゃあありがとうありがとう。ありがとうございます。お会計お願いします。お会計。あ、もうあるだけで。あるだけでいいよ。今日は2000円しかないんですよ。2000円。はい。もうほんだもう1000円でええわ。もうなんかお菓子でも買いに行こうか。私服で来てって言うとじゃん。ありがとう。ありがとう。いや、若いっていいで、ほんま可愛かったな。いや、俺のバックショット誰が興味あんねん。